コーデーベルゲン美術館は、ノルウェーのベルゲンにある美術館。2006年に、旧ベルゲン美術館、西ノルウェー工芸博物館など5博物館が、統合して設立され、2013年、現在の名称になった。ベルゲンには、古く1825年に、ベルゲン美術館が生まれた。コレクションの充実に貢献したのは、政治家 W K クリスティーと、 画家ヨハン・クリス・チャンダールであった。1878年、県立のベルゲン資格芸術美術館が設立されると、コレクションはそちらに移された。1917年、ラスムス・メールコレクションが寄贈され、1971年、ステナーソンコレクションが寄贈された。1999年には、ベルゲン美術館と解消した。2003年、ライスバーケット館が、 新たに開館して常設展を行うようになった。同時に、ステナーソン館は常設展をやめ特別展を行う場となった。これとは別に、1887年、工芸品のための西ノルウェー工芸博物館が設立された。パーマナントン館が完成して開館したのは1897年であった。開館前から実業からから多くの寄贈を受け、 開館後も、中国コレクション、新川コレクション、銀宝物コレクションなどが追加された結果、現在の収蔵品は3万5千点を数える2006年、当時のベルゲン美術館、西ノルウェー装飾美術館、そして作曲家オーレブル、ハラール・セーベルー、エドバルド・グリーグの各博物館が統合し、全体でベルゲン美術館群と称するようになった。二千十三年四月十七日、 来館者にわかりやすく、親しまれるように、コーデイという名称が付けられた。コーデイは、コーデイ1から4までの4巻と、3作曲家の各博物館の合計7巻からなっている。コーデイ1から4までは、ベルケン駅から徒歩5分のベルゲン市街にあり、合わせて回ることができる。コーデイ1は、元西ノルウェー工芸博物館だったパーマナントン、館である。 1896年に開館し、建築家はヘンリー・ブッヒャー。3階にわたり、伝統工芸、デザインが展示されている。銀器コレクションには、ベルゲンで作られた600点の金銀製品がある。2015年1月1日から、改修のため閉館しており、それに伴い、銀宝物店や中国コレクションは、公開が停止されている。コーデーに、 モトベルゲン美術館がステナーソンコレクションを収蔵するために1978年に開館したステナーソン館である。建築家はスベルリート。大きい展示室では特別展を行っている。一部常設展も行っている。コーディーさん。モトベルゲン美術館がラスムスメールからの寄贈品を受け入れるために1924年に開館した館である。建築家は オーレランドマーク、エドバルドムンクの重要な作品を数多く収蔵していることを誇る。その他にも、ヨハン・クリスチャン・ダール、EN、ハリエット・バッカー、エイリック・バーレン・ショルド、イエール・ハルドムンテといった、ノルウェーの画家の作品を集めている。コーデー4。建物は、1938年、電力会社の管理棟として建てられたもので、建築家は、 フレデリック・アーネセント・アーサー・ダラ・カーボー。2003年に改修されて、ベルゲン美術館のライスバーケット館として開館した。地界は、子供たちが美術体験をできるようにした子供美術館となっている。ノルウェーで人気のある EN、ニコライ・オストループの作品も展示されている。1階、2階は、14世紀から近現代に至る幅広い作品が展示されている。 トロルハウゲン、トロルハウゲンは、作曲家エドバルド・グリーグが暮らした家で、1928年、博物館となった。グリーグの家、墓地、コンサートホールなどで構成されている。シーリューステルは、ハラール・セーベルが暮らした家である。1997年4月17日、セーベルの生誕100年に合わせて、博物館としてオープンした。リー・ショーエンは、 作曲家オーレブルが暮らした島である。巨託は1974年、オーレブルの子孫からベルゲンの歴史遺産保存協会に寄贈され、寄贈者の意思に従って博物館として開館した。ありがとうございます。